両号第37潜水艦は、日本海軍の潜水艦。三35型潜水艦の3番艦。1941年の昭和16年度計画により、1941年10月9日、佐世保海軍交渉で寄港。1942年6月30日浸水。1943年6月30日に竣航し、二等潜水艦に類別。 マイズル陳述席となり、訓練部隊である第1艦隊第11潜水船隊に編入された。9月22日、旅37はマイズルを出港し、10月7日にトラックに到着。公開中の24日、第6艦隊自家卒となる。10月20日、旅37はトラックを出港。高潜水部隊に編入され、 ニューヘブリティーズ諸島東方沖に進出し紹介。11月、トラックに戻った。紹介中の10月24日、旅36、旅38とともに、第34潜水隊を編成した。12月15日から、旅37は、特設潜水母艦、平安丸に横付けして、補給を受ける。1944年1月3日、 ニューヘブリディーズ諸島方面へ向かうべくトラックを出港していくのを最後に消息不明。アメリカ側記録によると、百四十四年一月十二日、波十二度零八分統計六十四度十三分、十二点一三三度統計十四点三八三度、一三三百六十四点三八三のサンクリストバル島近海で、 エスピリトサント島に向かう、米級油艦キャッシュが潜水艦の来撃を受ける。魚雷はキャッシュの左舷に命中し、同艦は損傷した。キャッシュは、救難信号を発信。これを受け、フロリダ諸島にいた米地区逐艦部キャナンが救援に向かう。その途中、部キャナンは1 2トル先にある交点をレーダーにより探知。部キャナンは1 8 0 0ルまで接近し、 先行してゆく潜水艦を単焦と照射した。この潜水艦がキャッシュを雷撃した潜水艦であった。その後武ナンはレーダーから潜水艦の反応がなくなるが、1100メートルの距離で潜水艦をソナー探知。2時間にわたる爆雷攻撃の末潜水艦を撃沈した。翌日午前にはその海域で、 潜水艦のものと思われる破片が浮かんでいるのを発見した。これが、魚37の最後の瞬間であり、艦長の佐藤作馬詳細課上院61名、全員戦士。沈没地点は、サンタクルーズ諸島南西沖、南11度47分統計164度17分、南11.783度統計164.283度、 マイナス11.783164.2832月17日エスピリトゥサント島方面で防湿と認定され4月30日に除籍された撃破総数は1隻で撃破トン数は5782トンであるハンディバン日本海軍官邸写真集20巻95ページでは9月16日ありがとうございます